ということでさ、こんばんは。シアの放送部ことタクです。すごく暑い時期になってきましたね。やる気全然出ないと思いますんで、何もしないのが一番かと思います。そんな中、こんなニュースがまた飛び込んできました。池袋で歩行者跳ねられ2人渋滞、80台運転の乗用車。はい、こちら19日の午後0時半に起きた事故です。情報では怪我人は10人、このうち親子と見られる20代女性と女児の2人が意識不明の重体、70代80代の男女3人が重傷と見られると。状況としては交差点で歩行者を跳ね、ゴミ収集車に激突と、かなり被害の大きい事故で無事を祈るばかりなんですが、もういい加減ですよ。高齢者の方々、車乗らんといてください。免許返納義務を設けましょう。これ別に高齢者を差別とかしてるわけじゃなくて、毎度こういった報道、次は90代高齢者がとかね、またとか言うてる場合じゃないと思うんですよ。まあ今日はそういったお話です。この後データを合わせて説明していくんですけど、この事故の2日前に僕とマネージャーが乗ってる車で片側2車線の道路走ってたんですよ。僕らは右側だったんですけど、そしたらね、左側を走っていた軽自動車が中央分離帯がなくなったと同時に、外からですよ、前を横切って反対車線に U ターンしよったんですよ。すぐ助手席で気づいて急ブレーキしたんですけど、その U ターンした車を見たら、口ポカン開けたおじいちゃんだったんですよ。あれ一人で乗ってたら完全に行ってますよ。でまた追撃で怖いのが、ポカンとしたままこっちを見ずに、ね、過ぎていったんですよ。だから急ブレーキを踏まれたことにすら気づいてないんですよ。こういったのって事故が起きていないだけで、皆さんも危なってなったこと多いと思います。それもあってイライラしてるんで、今日はっきり言おうと思いまして、高齢者の免許返納義務をつけましょう。去年の5月、神奈川県で90歳の女性が運転する車で4人が死傷する事故がありました。で一応国は認知能力が低下してる恐れがある人には検査を義務付けているんですが、この方はその試験で異常はなかったと。他にもそういった事例があって、やっぱり瞬時の判断能力っていうのは低下するんですよね。ペーパーの試験とか段階を踏んだ試験じゃ意味がないんです。でここからはデータの話なんですが、認知症っていう風に医師から判断されたら、もちろん免許を返納しなければなりません。でもまだそこまでは行ってないなっていう人は、講習を受ければ更新できるんですよ。その若干危ないなと言われながらも運転している人数がこちら、5万7000人超え。ふざけんなでしょ。で調べによると、高齢者事故の4割以上がこの少し危険だなと言われながらも免許を更新して運転していた方々なんですよ。で面白くないデータがあって、20代から80代の方に運転に自信がありますかとね、アンケートを取った回答です。こちら、はい、見ていただいたら分かるんですが、高齢者になるにつれ80代以上が自信ありと答えたんですね。どのハンドルが言うとんですかこれ。で報道とかを見ると、家族は免許返納を進めていたとか書いてあるんですよ。だからもう免許返そうって言っても聞き入れないそうなんですよ。このデータを見ると分かりますよね。まあ高齢者の事故が多いから検査設けても意味がないと。じゃあ次はっていう話ですよ。こちら、条件付きの運転免許、海外でもあるみたいで、移動距離とか運転できる時間、目的を限定する。なおかつ運転免許所持者が、僕はここのスーパーだけに限定してほしいと免許センターに頼むと、その試験官が一緒に来てそのテストを実技でしてくれると。あ、じゃあ今の運転でここは通れるから免許をあげましょうっていう感じですね。これやるかって言ってるみたいで、5万人以上で年々増加している高齢者を全員やるってなるとかなり時間かかりますよね。そう言ってる間に今回もこういった事故が起きましたよね。もう返納義務を持たせるしかないと思うんですけど、例外というかね、正常に運転できてる方はこの話関係ないですよ。で危険な方の返納しない理由として、車がないと生活に支障があっていうか理由であるそうなんですが、なんでそうなる前に何十年もあったのに対策せんやったんかと思いますけどね。50年ぐらい事前に住む場所を決める余裕あったわって僕は思いますけどね。まあ、今回皆さん、この高齢者の危険運転というところでどう思うのか、どう対策をしていくのがいいのかっていうコメントを書いていただければと思います。まあ、大前提として、その判断ミスで何人もの幼い命、将来が奪われています。そこを含め書いていただければと思います。今回は以上です。おやすみなさい。